んにちは、ハワイトーコナです。今日はですね、こちらアリーパークプレイスという、タウンハウス風の、コンドミニアムなんですが、3ベッド2バス、とっても綺麗です。ご紹介します。まずこちら入ってすぐですね、リビングです。めちゃくちゃ静かなんですよ。すごい綺麗ですよね。こちらステージングじゃないそうなんです。全くこんな風に暮らしてる人がいるとかもびっくりですよね。カウンターキッチンになってるんですが、床は入ってこのようにタイル張りになっています。タイル張りなんですが、リビングの方はこんな感じでカーペットになってるんですね。本当に静かです。すごい綺麗。家具は販売に含まれないそうなんですが、交渉可だそうです。こんな感じですね。外すごい綺麗です。ここにラナイがあります。後で行ってみましょう。玄関こんな感じですね。リビングエリアとキッチンです。本当に静か。こちらですね、キッチン、美しい大理石のカウンタートップ。これこれ、この丸くなってるのがいいんですよね。キッチンの部分は床がタイル張りになっています。とっても綺麗ですよね。こちらがキッチンです。キャビネット類も非常に充実しています。こんなにピカピカな素敵な冷蔵庫なのに、なぜ給水器がないのそれからフルオーブンですね。フルオーブン、大きなオーブンと、上がレンジ、そして電子レンジがあります。人気がないぐらいに本当に綺麗ですね。綺麗じゃない、静かですね。綺麗ですけど。そして食洗機。ではちょっとベッドルームの方行ってみましょう。うわー素敵。一つ目のベッドルームですね。こんな感じです。セントラルエアコンがあそこ天井上についてますね。とっても快適です。本当にこんな風に暮らしてるの。ステージングじゃないんですって。今のね、ベッドルームを一歩出るとこんな感じで、ちょっとお庭みたいになってるんですよね。戸建て感覚で住めます。いいですよね。ちょっとコーヒーテーブル置いて、あの奥にバーベキューグリルもあります。今のベッドルームからあちらが入ってきたリビングで、その横にかなり収納力のある、床はカーペットですね、ウォークインクローゼット。ここ寝れそうです。私のベッドルームできる。はい、そしてバスルームです。本当にこんな風に暮らしてんの？おしゃれすぎ。ここはね、綺麗なタイル張りです。ダブルシンクですね。とっても綺麗です。二つ目のベッドルーム。これオフィスとして使ってるのかな？多分これ引っ張り出してベッドにできるやつかと思います。十分ベッドルームできますね。6畳弱ぐらいの広さがあります。壁のアクセントカラーもとってもおしゃれですね。そして左右に収納があって、こちらバスルームですね。2つ目のバスルームです。床はこのように綺麗なタイル張りで、とっても綺麗です。
バスタブかな、これ。よいしょ。うん、バスタブがありますね。はい、そうだろうなと思ったんですけど、あの収納だと思ったところはランドリーになっていました。洗濯機と乾燥機ですね。そして3つ目のベッドルーム、うん、かわいいですね。ベッドルームはすべて、カーペット張りになっています。はい、最後にこちらラナイに出てきたんですが、こんな感じでとってもピースフルです。こちらですね、ハワイ島コナの中心アリードライブ沿いにあります、アリーパークプレイスというタウンハウス風のコンドミニアム、3ベッド2バスのご紹介でした。こちらは月額の管理費はおよそ730ドル、お値段は、75万9900ドルですね。日本円にするとおよそ1億円での販売です。とっても静かで、本当にあの戸建て感覚で住める、とっても素敵なエリアです。